ありがとうございます。村上さん音符、秋元さん音符、ミッチーお断りです。おはよう。しーちさん花瓶、大吉さんも可愛い、ありがとう。メイク途中まで終わらせました。今日はキティです。ハローキティ、出来たてのポップコーンいかが。今日来ています。キティはみんな、出来たてのポップコーンいかがの服ですけど、初めてこれ着ます。葵さん花瓶、新一さん音符、コキザリーさんバラ、良平さんお断りです。トニーさんハート、大吉さんかわいい、ありがとう。チャーパングさん花瓶、ヤロケンさんハート、阿部寛さんレインボースター、アルテミスさん音符、ありがとう。いいでしょう。なんか生地が独特な生地してる、伸びる生地。ここが伸びないように気をつけなきゃ。お気に入りすぎてね、一回も着れてなかったんですよ。だから今日が一回目。箱ばやさんハート、真空系さんだるま、しんちゃんさん音符、一粒の麦もしさん、合唱猫ちゃんありがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。もうあと一泊したら帰れるみんな。あと一泊で帰ります。明日は恋ラジに出るので、よかったらお便りお待ちしています。ははは。昨日より暑くない気がする。わかる。でもなんかジメジメしてる気がする、昨日より。ジメってる。お、命の歌フェス当選した。おー、よろしくお願いします。ゆきりんさんもいる、楽しみすぎる。わいわいわい、もうすぐじゃない？え、もうめっちゃすぐじゃんね。まだ先と思ったけど、うん、緊張しちゃう。ドキドキドキ。外暑そうです。ホテルも暑いです。ジメジメ、なんかこもってて熱が。ポムさんハート、ミッキーさんレインボースター、ありがとう。カンさん音符、ハリーポッターメガネのヘリおじさんダルマン、ありがとう。東京をお楽しみください。東京は何がおすすめですか？今昨日はメイクさんにハラカドというものを教えてもらったんですけど、行く気はないです。もう今日ももうなんか今日ヤンゴロいたら、ヤンゴロいたらどっか一緒行きたいと思ったけど、ヤンゴロは今日同じフェスじゃなくてまた違うお仕事って言ってたから、うん、今日こもっとこうかな。ローデムさん音符ありがとう。今日も暑いよね。昨日は寝る前にみんなからのリプとかメールの返信とか見て、わーいわーってなってました。うーって、みんな優しい、ありがとうってなって寝ました。 G2 さんラブレターありがとう。いや、私も暑くて起きて、4時に起きて、9時に起きて、10時半に起きました。3度寝しちゃった。3度寝の女。なんか、うん、こんにちは。今日は、科捜研の女の再放送を見て、ドクター X の再放送を見て、相棒の再放送を見るという予定でいます。よろしくお願いします。昨日ちょっと反省会をしてから寝た。ほどほどに反省会して寝ました。ほんほんほん。昨日思ったことは、夜配信でも話したことも思ったし、それプラス PR 部展の時は千穂さんとかあかりんさんとか
沖さんとかそういう先輩が MC とかでも喋ること多かったから、それにすごい助けられてたなっていうのを昨日感じました。昨日は同期と後輩で構成されてたから、こう、ね、先輩がいない中での出演だったので、ああいうなんかああいう心配りができてたんだなみたいな、ちっちゃい気づかないようなところが実際自分がやってみて、あんなに大きな存在だったんだと思って改めてね感じてましたね。あかりんさんに連絡しようと思ったけどやめた。あかりんさんって本当にすごいですねっていうのを送ろうと思ったけど、急に来てもそう、え、何と思うかなと思ってやめました。今度会ったら言います。川釣りさん音符、たかしんさん音符、いっちゃんお断りです。じっつさん音符、しゅんさん花瓶、こうさんお断りです。もっと頑張ろう。今日は A ランチさん音符ありがとう。そう、後輩、そうなの、後輩にさ、いい背中見せたいじゃん、一緒に頑張ろうってね、やりたいから、成長したいです、とっても。ごもっと、ね、STU の中でも6人で選んでもらってるわけだから、もっとこうしなきゃ、したらよかった、こうするべきだったみたいなのが、もう昨日はいっぱい浮かんで、ちょっとへこんでたんですけど、また今日頑張ろうと思います。反省とかを生かしていこうと思います。ゆたパパさんファイトありがとう。しーちさんおっぱありがとう。躍動してましたね。髪の毛、今日は髪の毛は下ろさずに結ぶことにした。もう踊ってる時にずっとこんなで、ああ前はどこ、どっちが前かわからないってなったから。すごいよね、サバちゃんの髪はさ、振ったら戻ってくるけど、私さ汗でくっついてさ、形状記憶できなくて、もうやっぱすごいです。サコの髪の毛、サコの髪の毛に一回なってみたいね。こんにちは、どうも。今メイクをしてる途中でした。今日のミッションは昨日の夜買ったコンビニのスープとお蕎麦を温めに電子レンジを探しに行くことです。以上、もうコンビニには行かなくていい。先八さんハートありがとう。電子レンジをホテルの中で探しに行って温めるミッションです。以上です。暑いのでこもります。エレベーター乗ったら書いてるよね、あのなんかなんだっけ、フロアガイド的なやつ。ゆっくりしていってね。優しい。じゃあゆっくりくつろいで家みたいだね。もうでも今日が最後かな、こういう昼配信とか。明日早いかな。なんか明日は夕方からラジオの生放送が広島であるですね、安住の出る曜日で、で私が出るんですけど、なんかこういう帰る時とか東京に来る時もう朝早かったら、あ、めっちゃ眠いって思いながら乗った瞬間爆睡できるじゃないですか。で爆睡して夜も寝れるじゃん。でも夕方とかに出発して夜着くパターンの時のその睡眠の調整が難しい。例えば3時に集合として、そっから何時か19時とかに着くとするじゃん。そまた夜が来るから寝ちゃダメじゃないですか。そのね、調整が未だにできません。難しい。そう、睡眠難しいですね。
あと Wi-Fi と仲良くなれません。新幹線の新幹線の Wi-Fi ずっと反抗期だ。トンネルも多いし。みつさん音符ありがとう。明日の恋ラジ、花火、打ち上げ花火について学んできます。ドキドキ。それからさん、ハートありがとう。トゥルトゥ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 。今日もキューピー始まった。パ、はい、パです。パと申します。もうなんかノーズシャドウついてるのかついてないのか、光がすごすぎてわからない。まあいいか。こんにちはです。今日のキューピーなんだろうね。なんか作ってくれるキューピーが。なんかテレビからさ、テレビの下にこう引き出し、ドラえもんの道具とかでありそうだけど引き出しがあって、キューピーとかがこう作ってくれるじゃん。キューピーが作ってるわけじゃないけど、キューピー3分クッキングとかでこう作るじゃん。したら注文したら、そのテレビの下から原品が出てくる、こう提供されるようなのが欲しいな。例えばテレビで何々県の最近の流行っているご飯これですとか言ったら、注文したらさ出てくるやつ欲しいね。グルメテーブルかけ、あ、ドラえもんのやつ、なんか布みたいなやつ。ファドラちゃん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。パセリは引き出しから出てくる。貞子じゃん。パセコ、貞子。へえ、引き出しの奥はどうなってるんだ。こんにちは。今日はなんかまつげがもう下がってきてて、この前マツパ行ったのにちょっとさ、勘弁。愛媛のリリーベまではちょっと勘弁お願い、持ってほしいよって感じです。まつげちゃん、なんか新しいのが生えてきました。だからなんか長いのと短いのが混在しててめちゃめちゃやだ。7月も、7月のまつげパーマに行くタイミングをどうしようかなと思ってて、うん、命の歌フェス、リリーベとかで TGC もあるじゃないですか。でスパークでしょ。その前に行きたいよなーって。早く行きすぎると持たないから、3週間ぐらいでもう取れちゃうんですよ私。なんか3週間難しい。予約のさ、できる日できない日もあったりするから、もう困っちゃう。まつげパーマ高い。ヒデヨが飛んでく。ごヒデヨ、五人のヒデヨと引き換えにまつげをあげてもらっています。ラクさんハートギフト、ユタパパさんファイトありがとう。こんにちは。今日何何なんか作ってる。鶏肉とかぼちゃのなんちゃらだって。今日は鶏肉とかぼちゃでなんか作ってます。そう、野口英世さん5人。7月から新紙幣、もう始まる。やば、人見知りしちゃう。もう新紙幣、そうなの、もう来るんか、まだ先かと思ってました。わあわあわあ、
そうか。樋口さんなら一人で OK だからお得。確かに樋口さん本当だね。一葉さん、渋沢さんと仲良くなりたいって話したくない。そうだね、仲深めていかないと。ああ自動販売機、そっか、対応してるやつとしてないやつとかが出てくるのか。そうだね、本当やね。わあ、何でもそうだね、機械とかでやる系は対応しないとね。ゼロさん、だるま、新聞記者のともやさん、ハート、ミックさん、バラ、トールさん、お疲れ、ありがとう。とやん、コンビニの自動生産。私の感じ、確かになんだろうね。猫じゃない、猫。猫ミーム流行ったし。猫かカモ。カモ？うまそう。おい、笑える。でも上半期にさ、いろんなもの流行りすぎて、下半期がまだあるからね。わ、平和だといいですね、下半期も。かも、うまそう。なんだろうね、感じね。上半期の感じは猫。猫ね。2000冊の時は手打ち入力。そうなんだ。見たことないかもしれん。2000円札リアルで。あるんかな。あんまね、出会わないね。遠征多すぎた。ああ上半期、STU の上半期はもう卒業とかが多かったから、卒業公演とか卒業コンサートとかだったですね。下半期はたくさん楽しい予定があるといいね。そうだよ、公演が新しくなるからね。わあ、今日僕隊ですか。今日僕隊って書いてた、かなうちゃんが。いいなあ、ボイゼンがやりたい。あのね、そんなこんなわけでっていう曲をやりたくてそんなこんなわけでと竹内先輩とかをやりたいってたまに思う。うわ、久々にやりたいってなる。国体らしいですよ。7月はマイハさんのね、活動が終わっちゃったりとかする。卒業だ、マイハさん。次に広島行くのはパセータン。わかった、よろしく。嬉しい。なんかもうさ、あのそうやって生誕に来るよって思ってくれてるの嬉しいです。もうそれだってさ、その約半年ぐらいあるのにさ、その時も絶対に好きでいるという気持ちじゃん。嬉しい、よろしく。来てね。何公演か分からんけど、新公演だと思います。マイカーか16人か分かりませんが、きっと新公演のはず。分からんね、どうだろうね。でも私も STU 入る前に、あの HKT さんの推しメンの生誕祭がちょうど新公演に切り替わるタイミングだったんですよ。その時に生誕があったから、なんか予習できずに予習が足りないまま行きました。推しメンがどっちの席が多いかとかも予習できないままで。なんか今 STU は席が決まってるけど、
HKT さんの行ってた時はビンゴ抽選だったから自分で上手下手が選べたんですね。でもさ、新公演になったばっかとかだったからさ、もう全然わかんなくて、一か八か座ったらかぶりすぎてました。狙いすぎてゼロズレで前の席の方の頭で何も見えなかった。悲しい。デベソがあってよかった、劇場にって思った。こんにちは。ね、いやでも秋からって言って本当に秋に始まるからちょっとドキドキです。ドキ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 。あ、周年ツアーのポストしました。あ、ありがとう。え、見ようっと。ありがとう、見ちゃおう。パッ。そう、フォークスターの時代。そう、あ、打ち上げね。どうだろう。え、そう、30日、え、今日ね、今日が25だからあと5日後に打ち上げさえあるけど、え、確かにビンゴ抽選とかあるんかな。前回半々、1期ドラさんと2期で分かれてて、ビンゴ結構ね、長時間だったから、今回全部いるからね。どうなるか、どうかな。うん、新公演が始まるってことはレッスンも始まるってことだ。やったー、めっちゃアイドル嬉しい。一輝さん、だるまありがとう。打ち上げ配信もあるよ。 DMM、 レッスン好きです、勉強になる。なんかこう一人で自主練とかしてもやっぱ自分のさ、自分の中で正解がこの角度と思ってただやるじゃん。で、自分こう調整とかさ、あ、この振りもうちょっとこうしようとかはあるけど、なんかさ、こう正しいものが分からなくなってくるんですよ、だんだん自分の癖が出てしまって。だけどレッスンとかで、その先輩とか後輩とかいろんなダンスうまい子たちとか同期とかみんなのを見て、おお、これはこうしたらもっと綺麗に見えるんやみたいなのを気づけるから、私はめっちゃ好き、楽しい、楽しいし汗かけるし楽しいですね。お疲れ様です。こんにちは。参加したい？うん、参加せん方がいい。みんなもうすっぴんだから、あの、夢が壊れるかもしれませんみんなもうすっぴん汗だくとかどうってるの見たら、あ、ステージで見てる顔と違うってなってあれ誰この人ってなったら嫌だから、ちょっとお断りで。ダメです。ヨレヨレのレッスン着とか着てたらちょっと恥ずかしいけど、ちょっとダメです。足臭い足はちゃんとレッスン終わるごとに靴箱にシューってやつ、消臭スプレーでシューってしてます。ちゃんとシュッシュ。目隠し、目隠し、スイカ割りでもする気。こんにちは、こんにちは。ガチのダンス動画、ガチのダンス動画 YouTube に上げたらもうびっくりしちゃう。この前のあれでね、ライティングめっちゃすごくてさ、カット割りもすごかったのに、ガチのレッスン動画出されたらもう
大変大変です。こんにちは。暑いね。ペタペタする手が。ペタ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 。パン需要。需要と供給って難しいね。そう思ったら、みんなが求めてるもの人それぞれ違うから難しいね。じゃあ私が個人ファンクラブであげよう。あのね、狙ってるんですよ。いつそのダンス動画をこう上げようか。ちょっと今度レッスン終わりとかに時間作って撮ろうか。コンサート終わった後、そうツアーの時にあのガラポン、あの当選した人が推しメンとツーショットを撮れるってやつがあったんですよ実は。で本当にひっそり行われるのね。メンバーがいっぱいいる前でとかじゃなくて、その指名されたメンバーはスタッフさんになんかこう呼ばれて、お先つあの公演終わったらあの当選の方いらっしゃるから撮影ありますみたいな言われて行くんですけど、そうでもさ終わったったからさ絶対汗臭いじゃんこっちも、申し訳ないとか思って、そう一回だけありました、ツアーで撮影した。すごいよね、一発で当てたらしい。なんかね、どこだったんだろう、なんか会場の通路みたいなところで撮りましたね。当たる人すごいな。私そういう抽選系当たるんからな、すごいですね。問題なし？でやだよ恥ずかしい。私香水とかつけないタイプだからさ、もうシャンプーの匂いかヘアスプレーの匂いかもうさ汗の匂いかしかないじゃん。怖い怖い。こんにちは。だからあの愛媛のリリエベもライブの後に握手会と写真グループショット会があるからやばい、絶対愛媛の時私汗だくすぎて絶対やばい、うわー絶対汗やばいよ愛媛、絶対暑いじゃんね。汗だく仲間いないよね愛媛の会場。リオツもう終わったもんね。うわリオツがいてくれたら共有できるのに、この汗だくの悩みを。愛媛うわー来てよ。そうです、広島駅南口のあのこの前リリーベしたところで愛の重さ流れるます。今告知されたでしょそうですそうです、12時にお知らせ出てるかも公式で。ロー人形さん音符ありがとう。ショウさんサックスありがとう。モニカさんハートありがとうね。愛媛愛媛ドキドキドキリリーベラストリリーベだね。4会場のうち4つ目の最後が愛媛、マイキューさんと葵さんの凱旋です。楽しみだね。いやいいね、マイキューさん初センターで葵さん初選抜でこう地元でこうやってリリーベとかめっちゃ素敵、ワクワクする、私が嬉しくなっちゃうね。だってさ葵さんとかマイケルさんのことをさ知ってる人とかがこう見に来るかもしれないわけでしょ。家族とかじゃなくてさ、なんか昔お世話になった人とかさ同級生とかがさ、わーすごいってなるよねきっと。
ごいね。マリオ2さんハート、藤岡猫にゃさんハート、ありがとう、ありがとう。愛媛のお土産、愛媛のお土産は何がいいかな。私もなんか買いたいな。愛媛あれでも行く、 TGC でも行く。なんか7月は2回愛媛に行きます。めっちゃ嬉しい。愛媛さ、なかなかそういう愛媛とか徳島とかのお仕事なかったんよ、この5年間で。だから嬉しいな、こんな行けて楽しみだよ。一六タルトね、でも広島で買えるんですよ。私が初めて食べた一六タルト、広島で、広島のスーパーで買ったやつね。押したりと鯛めし食べたい、食べたことない、まだ愛媛で。こんにちは、画面が近い、電波悪い、電波使いすぎだってホテルが言ってるかも。この部屋の住人は電波使いすぎだって言ってるかも。やめて。ゆたパパさんハート、しんさん音符ありがとう。愛媛、愛媛、え、霧の森大福って愛媛だったっけ。あれ美味しかった、あれ食べたい。愛媛だったよね、なかなか買えないっていうやつ、売り切れててなかなか買えないと噂の、あの緑になるやつ、口が。あれをまた食べたい、めっちゃ美味しかった。声ラジオのお便り、曜日限定ネタ、そうだね、木曜日に、あ、水曜日に読まれたいと思ったら火曜の放送が終わってからがいいかな。今日はスプラッシュの子だ、たちのだから、そこで送るのもありです。パセリの曜日に出してくれるならぜひ水曜日で、木曜日はソタロウです。三枚刃さんハートありがとう。 G2 さんの銀さんハートありがとう。ゆうちゃん音符ありがとう。 C1 さん、しんさん音符ありがとう。マイキュー手作りの鯛めし、いやそんなんもう食べずに保管する、ダイソーとかに行ってさ、なんかあるじゃん、オタ活グッズコーナー、あれでさ、アクスタ保管用のボックスとかあるけど、ああいうのに、ああいう系なんか無印良品とかで売ってる透明のやつに展示する。私が広島で始めたら来てね、マイキューさん手作り鯛めしとか言って展示始めて、だんだんカビ生えてくるかも、恐ろしい。熊根パパさん音符ありがとう。もったいなくて食べるん、そんな。ゆきりかが前に、 4,5 年前にゆきりかがあれ作ってくれた、焼き豚卵飯作ってくれた、美味しかった。でも初めて食べるからさ、正解も分かんないからさ、そのゆきりかの作ってくれたやつが私の中の焼き豚卵飯の味だった美味しかったです。こんにちは、トゥ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 、うまそう。なんかうまそうって思って見たらさ、もうなんかもう、あの、おい笑えるの人が出てきて、もう日常生活とかでうまそうって誰かが言ったら、もう反応してしまう。かもうまそう、おい笑える、サッチは私ません、私ません、どうしてそちらにいると思い出、もうこっちの手の中よ、サッチもうここにいるから、私ません、そっちにいるサッチは偽物の分身サッチ。ヤヒチさんバラありがとう。エリオさんハートありがとう。
タレと焼き豚あれば焼き豚頼むし、ほんとそんな簡単なの。サチはもう両思い認定もらったからね。まああれかもだけど、あの気使ってくれたのかも。 X という世界中の人が登録しているアプリ上で両思いですって書いてたから、やったね。みつさん音符ありがとう。テレビはつけてる。めっちゃ音をちっちゃくしてつけてます。ちょっとお化け出そうで怖いの。だからずっとつけて、寝てる間もつけて、怖くて。怖いんだ。そう、サッチーマイカー、だからサッチーがなんか楽屋でパセリさんマイカーよろしくお願いしますみたいな言ってきて、サッチーのファンの人大丈夫、サッチーにはチャートリーに行ってほしかったって大激怒とかしてないなんか心配になっちゃって、あのさ、サッチーのファンの方がさ、みんなサッチーをこうやってサッチーとはスチスチってめでてるわけじゃないですか。でもさ、マイカーのあのすごいジャングルのような毎回にサッチーが来ることになって、サッチーのファンはどういう気持ちなんだろうって思って、サッチーのファン大丈夫、怒ってないって言ったら、えどういうことですかってね、そうだよ。だってサッチスタジオでもさやっていけるじゃん。で四国にでも、四国いそうだし、スタジオにもいそうだし、チャートにもそうだけどさ、マイカメンバーにも、同期のメンバーにもなんかマイカ以外で予想されてましたって言っててやっぱみんなそうなのよ。あの大事にします、マイカで、みんなでスチュスチュして大事に大事にします。でもあのマイカーが、新しいマイカーが始まったら、今もうすでに押し増しとかしてる人多いんですよ、サッチーにでもマイカー始まったらもっと押し増しみんな行くやんと思って、私がサッチサッチーって言うから、みんなサッチーに、パセリの好きな後輩だから、あのご挨拶にとか言って、何のご挨拶やって思いながら、どんどんみんな押し増し、そうなの。テトリス5さんハートありがとう。うん、サッチーもカナウちゃんもヒーちゃんも、いやヒーちゃん推しになってる人も多いですからね、長崎だからってバレてるから。ヒーちゃんとかき氷行きたい。美味しいかき氷屋さんをいっぱいしているみたいなことを昨日喋った。教えて、かき氷、かき氷、こんにちは。ばらけてくれてよかったと思ってる人です。確かにめっちゃばらけてる、推しメンみんなばらけてる、本当だね。仲がいいメンバーにご挨拶は行った方がいいの？うん、行かなくていいんだ。パセリの例に来させる。パセリと仲いいメンバーにご挨拶行きたい人は、あのパセリの例に並んどけば私が連れてくるから。強制的に。だから並ばなくていい。ねうねめ顔文字さん、サックスありがとう。うん、だから大丈夫大丈夫。なんかこの前はね、ソタロウに行ってきましたって人が多かったですね。パセリがいつもお世話になってるから、ソタロウのとこに行って、なんかご挨拶に行ってきたよって言ったから、え何喋ったのって言ったら、喋ることないからツーショットにしたみたいな。え何思い出残そうとしてんの。めっちゃ思い出残そうとしてるやんと思って。なんかさ、ありがちじゃない、初めて行くメンバー喋ること、あんまりまださ共通点とか分かんないから写真撮るみたいな。
そうだよ、記念に思い出残しちゃってさ。ごめんさん、バラありがとう。そう、形で残されちゃった。たかちゃん、アイスありがとう。ヤンコお願いしますね。剣が取れないからってパセリの永遠でヤンコと会おうとしたよ。ちょっと記憶より記録で、まあ確かに記憶はなんかさ、ちっちゃい頃の写真とか見てさ覚えてないじゃん。でもだんだん写真をこう見てるうちに、あ、こういうこともあったなみたいな記憶が蘇ってきたりもするからさ、やっぱそういう記録に残すというか、物として残しとくのは大事かもですね。意外とフォトアルバムとか作りたいね。もう私はね、挫折しました。ちっちゃい頃からの写真を時系列順に並べるのにね、一時期こうハマってたというか。でも次から次に押し入れから発掘されるんですよ。したらさ、貼っとくタイプ、ペタッて貼るタイプのアルバムも、フィルムにこうなんかこう差し込んでいくタイプのアルバムもさ、なんかもうめんどくさくなっちゃって、今ジップロックに写真入れてます。ちっちゃい頃からの写真はもう全部ジップロック、これ束でね、現像するようにしてる。偉いね、現像。でもいいよね、形に残すの。ポンさん、花瓶ありがとう。しんいちさん、だるまありがとう。ストローにお世話になってまして、言いに行ったのに佐野さんのこと認知されてた。なんかそう、初期の頃から来てるよねみたいな言ってました。言ってた。いや、なんかね、多分私は長女だから写真が多いらしくて、妹は私と比べて写真が少ないみたいなことこの前言ってた、ばあちゃんが言ってた。愛媛にパシェットの写真撮りに行こうと思って。お、パシェットの、パシェット、パシェがメイン、パシェもいるからじゃなくて、ついでじゃない。この間のツーショットはその日のうちに検討しました。早っ。そんな早くできるもんなんや。早いね、ありがとう。こんにちは。私もね、この前ラジオで写真立て作ったんですよ。シーグラスっていう海でこう流れてきて角が取れたやつ、石、海の宝石って言われてるんですけど、それの写真立てに入れる写真をどうしようかなと思って、何がいいかなって。愛媛はマイキューさんと葵さんとイケコ、あとヤンゴロと、あとは、あと誰だ、待ってよ、誰だ、あずみもいます。あとは今何人言った。いっちゃん、音符ありがとう。あ、全部言ったか。マイキューさん、おいさん、イケコ、ヤンゴロ、アズミ、パーコ、パーコー、そう、2期生レーンかな、グループショット、イケ、ヤン、パ、イケ、ヤン、パです。こんにちは。イケ、ヤン、パ、緊張、ドキドキ、ドキドキドキ。そう、愛媛もうすぐですよ。7月6日です、土曜日です。6が
愛媛でリリースして、ナナが七夕の日にオンラインお話し会です。わ、オンラインも始まる。そういえばオンライン始まるじゃん。何日家に帰ってない？今日は4泊目でした。明日5泊かな。金曜日にこっち来た。金曜の昼ぐらいに家出て、で土日月か5日か5日間ぐらい半々。水曜日はもうラジオで広島にいる。まっこんにちは。そう、なんかちょっと不安になってくる。家の電気消し忘れてないかなとか、帰って家がなんかなってないかなとか怖いです。洗濯機の中に干し忘れないかなとか。絶対生乾き臭じゃんね。ね、恋ラジね、どうなんだろうね。思いました、リネタンとか。でも今ねマイカーじゃないんですよ。前までマイカーでやってますって感じだったけど、今はあの 2.5 期の曜日もあるから、月曜日がくるくるあずみりょうつんのアピの 2.5 期で、水曜日が月曜日が3人で、水曜日があずみで、木曜日が4人で回してるから、これ以上増えたらもう回ってこなくて、ただでさえ月に1回回ってくればいい方だから、ちょっとどうなるか分かんない。どうなんですかね。本当にあの番組自体が毎週あると限らなくて、 NHK さんだから国会中継とかお相撲とか野球とかがあると本当に1ヶ月丸々なかったりするんですよ。だからね、これ以上こう日替わりになっちゃうと、もう年に1回とかレベルで出れない可能性が、それはさすがに盛りすぎたけど、年に数回って感じになっちゃいそうです。だから夏はないんだよね。7月8月ぐらいは多分ねない。こういう感じだから明日出たらしばらくもしかしたらないかもしれません。うん、だってね、私もう5年目とか、恋ラジ結構もう 4,5 年目ですなんですけど、いまだに緊張するもん行くの。月に1回、2ヶ月に1回レベルすぎて、もう本当に毎回こうスタジオに入っていくの緊張するし、年に1回変わるんよ曜日が。そしたら変わるんです、そのメインパーソナリティさんが。前までは森光さんだったけど、木村彩子さんっていうあの女子陸上の木村彩子さんになって、今はメンバーさんっていうお笑い芸人さんとやってたりとかしててそうだからやっと馴染んできた、やっとなんか打ち解けてきたと思ったら曜日が変わったりします。寂しい。スタッフさん、うん、スタッフさんもやっぱ移動多いかも。 NHK さんだから移動がある。年に2回ぐらいアナウンサーさんとかも、あ、最近あのアナウンサーさん見ないなと思ったら、もう会わないうちに違う県に転勤とか結構あります。そう、ね、から1回しか会ったことないからとかも全然いる。なんかアナウンサーさんがディレクターもしてるんですよそう、ディレクターというかスタッフさん、ラジオブースのこう構成決めたりする方、アナウンサーさんがしたりしてて、そうだから移動したらスタッフさんも変わったりとか、
この前の木曜日は放送中にいつもラジオブースにいる方がロケに行ってた。なんかラジオブースってテレビ流れてるんですね、無音の NHK さんの生中継のテレビ流れてるんですけど、え、いつもラジオブースにいるあの方が今日ロケ行ってるやんって。大変よね。こんにちは。そう、テレビ出てました。こんにちは。今は25分、1時までしよう。今日も1時まで配信したらホテルの電子レンジ探しの旅に出かけます。今日のお昼ご飯はおそば、おそばです。みんなと時差どれくらいあるんだろう。こっちはこれらしい、本当かは分かんないけどこれらしい。今の時刻じゃーん。そう、エレベーターに乗らないと電子レンジの場所は分かりません。フロアガイドを見て学ぶ。なんかなかったんだよね。なんかホテルの部屋にさ紙が置いてあって書いてるパターンあるけど、ここなかったからちょっとエレベーターに乗って考えます。どこにあるか。ロビーか自販機コーナーとかにありそう、か洗濯機コーナーとかにありそうですね。こんにちは。電話して。やだ、緊張するから自分で探す。電話緊張はする。私無理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 です。本当に、いやちょっと無理、緊張する。みんなお昼ご飯食べましたか？何食べたんだろう。予想は今日暑いからそうめん、そうめんはアメリカ、出先だったらアメリカ、職場そうめんはなかなかハードル高い。サンドイッチ、きゅうり入ってるやつ、あ、おそば、カップ麺、焼き鳥丼、わ、美味しそう。パンちゃん、鈴木彩香を返してください。あなたの胃袋に鈴木彩香がいるってこと。パスタ、唐揚げ、明太子、冷やし汁、何それ、美味しそう。わかめご飯のおにぎり、ラーメン、塩パン、ナス、ナス、汁なしうどん、ナン、インドカレー。昨日がサンドイッチ、美味しい、美味しかった。ニシさん、ハートありがとう。今日も京都で日替わり弁当、サラダ、たぬきうどん、よもぎ団子、美味しそう、こしあん。恵比寿で何食べるか考え中。何でもありそうだね、あの辺。恵比寿ね、恵比寿って渋谷なの？渋谷と恵比寿仲間なんだ。私土地勘ないからさ、あの会場恵比寿だよって言われてもうどこと思ってたけど、渋谷、住所渋谷って書いてあ、渋谷なんやと思って。そうなのか、難しいね東京って。だんだん最近分かってきました。池袋は上の方にあるっていうのこの前学んで、東京駅があったら東京だけどこっちに秋葉原がある、でこっちの逆の上の方に池袋がある、でそっちの方に新大久保とあと渋谷原宿などがあるというのをやっと分かってきました。で東京駅の近くが日本橋とか銀座とかがあって、下の方に行ったらお台場とかがあったりするよね、築地とか。うん、難しい、分からん、分かりません。
あとシナノっていう町があることだけは知っています。シナノ、東京タワー付近、シナノ。そうだ、虎ノ門付近、シナノですか。でも東京来てもさ、出歩くことないから、なんか移動のタクシーから見える景色で覚えてる。むずいむずい。あと代々木、この前行ったガールズアワードで行った代々木は結構渋谷に近い、合ってる？渋谷とか原宿の方面にある、合ってますか？外れ？合ってる？8周年コンサート、8周年コンサートの会場どの辺ですか？あ、渋谷区なの代々木って。そうなの、なんか区とか分からん、難しいね。竹下通り行ったよ、この前、一昨日一人で歩いたよ。カワウソがいたよ、カワウソ。はあ、難しい。大阪に尾崎駅ある？え、尾崎ですか、尾崎。行ってみたい。私そういうさ、名前が同じところで写真撮るのちょっと憧れます。憧れちゃう。有明ガーデン、あ、じゃあ分かった、東京駅はこっちだ、こっちだね、合ってる？有明は分かるよ、 PR 舞台の MV 撮影の時にあの辺一人で散歩したから分かる、分かる分かる分かる。そうだよ、あの辺歩きました、いっぱい一人。朝早起きして歩いてクレープ食べに行った、ぼっちクレープ。誘えばいいのに、メンバーを誘わず一人で行ってたな。なんかさ、こう誘うってなったら本当は断りたいのに断れないかもしれんから申し訳ないとか思って誘えないよ、人のこと、ね。ジッツーさん、ハートありがとう。あら、有明ガーデンシアターには畜生だっけ、あれだよね、福フェスの時のうどん、わあ美味しかった。ちくわ天、半熟卵天、半熟卵天。銀座はもう東京駅の近く、銀座はあのキラキラもうゴージャスなキティちゃんのでっかいオブジェみたいなやつがあるところですね。行ったことはない気がするけど、よく移動のタクシーとかでハッってなる。なんかよくさ、あのフェスとかの移動でタクシーでみんなで移動とかするときにハッ、ここがあれかみたいな、めっちゃ行列あるなと思ったら大体あのドーナツ屋さんとか、ハッ、これがよくテレビで見るやつやってなります。アンバーさん、音符ありがとう。お疲れ様です。浅草はあれです、両国と結構近いですね。スカイツリーとか近い、両国国技館で前大相撲のお仕事あった時に学びました。うんうん、行ったわ、あの辺は。なんか駅がおしゃれでした、両国。そう、なんかいろいろそういうイベントとかで行った場所はだんだん覚えてくる。うーん、品川は大戸屋に行きました。2,3 ヶ月前ぐらい、半年前ぐらいかな、そう大戸屋に行った。あの私の高校の時に、私が不登校だった頃に学校の黒板を全部ノートに書いて持ってきてくれるお友達がいて、その子が今関東で就職してて、であのそう集合のお仕事とお仕事の合間が 2,3 時間ね、空きがあるって言ったら時間作って
来てくれて大戸屋行った。大戸屋、広島にもある大戸屋、優しい の、 あのでっかちゃんって、あの自分のメイドコスプレとかして、自分で全然アイドルとかじゃないですよ、メイドコスプレをして、で私の誕生日に自分の、私のじゃなくて自分 の、 その友達の顔写真がでかでかでかとこう貼られた T シャツとか送ってきたり、アクスタ作って送ってきたりする子がいるんですけど、その子がそうこっちで住んでるけど、今回はちょっとお仕事忙しくて会えなかったけど、やばいよね、クセ強友達。高校1年生の時にたまたま同じクラスになって、そうやばいよね。そのでっかちゃんっていうニックネームは本人の希望というか、なんて言ったらいい、なんかショールームでさ、お友達って言ったらさ、みんななすびちゃんですかって言うけど、なすびちゃんじゃない、なんかこう分かりやすい名前なんかないって言ったら、でっかちゃんにするって言われて、気づいちゃったわー、言わい。そう、長崎の人、そう、なんかもうでも全然ね、全然不思議なんですけど、全然会ってないです。私が高校1年生の秋ぐらいからちょっと不登校というか、学校行ってないとか、引きこもり時期があって、いろいろ人間関係とかいろんな悩みとかで行けなくて、だから実質4月から秋だから半年ぐらいしかリアルで会ったことないですよ。で私は高2で転校したので、違う高校に行ったので、本当にもう不思議です、こんなに仲良くしてくれて。その子は高校卒業したら、そのメイクとかのそういう美容系の専門学校に行くために県外に行っちゃったから、もう本当に会ってなくて、全然もう年に1回とかも会ってなくて、そうなんです。でも私がそのアイドルになるっていう時に唯一言った、オーディションを今ショールームでオーディションを受けてるって言って、そしたらなんか応援してくれた子なんですよ。不思議な関係。はっちゃん音符ありがとう。スクエアさん花瓶ありがとう。えっへさんハート。陣内さん音符ありがとう。モンブランさん音符。あ、ムさんハート。実さんハート。シーツさんお断りです、ありがとう。私友達本当にもうそれくらいなの。友達ね、なんかさ、友達学生の頃とかってさ友達作れるけどさ、大人になった友達どうやって作ったらいいか分かんないじゃん。私友達が本当に少ないというか、狭く深くとかでもなく、狭く深、まあまあ深くみたいな、なんかもう合ってないからさ。みんな友達どうですか、そういうもんなのかなって不安になる。メンバーもさ、まあ一応いつも一緒にいて仲良くしてるけど、友達というか、まあ、一緒に活動してる仲間みたいなところがあるからさ、また違ったりするじゃないですかね。え、友達っていっぱいいた方がいいかな。でも私人と仲良くなるのちょっと緊張しちゃうというか、どうやって距離を縮めるかちょっと分かんない、難しいね。そういうもん、みんなも。アッキーザラ大好きマンさんハートありがとう。友達になりましょう。私がさ結婚してゲストに断るからって、その友達から始めようとしてる。ちょっと、あ、おたともね、いいね、いいですね、いいね、いいね。友達やっぱそうだよね、地元の人私も全然連絡先すら知らんもん。そういうもんだよね、数人とかしかです。
友達、緊張、1000円貸してやだよ私の秀夫を取らないで、野口秀夫貴重なんだから、もう新しいお札になるからあげれません。みんなもう県外出てる、やっぱそうだよね、確かにみんな、本当はね、お話し会とかでさ、そう思ったの、お話し会で思ったんですよ、あ、みんな、 なんかこういう仲間、お友達いっぱいいていいなと思って思ったの、その時に思ってね、私友達はあのでっかいちゃんとかいるけど、年に1回会えばいい方ぐらいで全然会ってないし、たくさんいろんな何人もいるわけじゃないから、なんかこう、ああいいな、みんな、 なんかいっぱいお友達いてとか思ったけど、そっか、みんな本名知らんのかみんなそうか、どこに住んでるかはまあ知ってても、本名はそうか、ちゃんぽん分け合った、多分いないね、友達とちゃんぽん食べたことないかも、家族でしかないかも、はあ、友達増やす感じで推しを増やすのはダメ、わらわらわらねえ、何わろとんねんダメでしょ、ダメでしょうが、仕事以外の付き合いが薄くなる、あ、そうなの、そういうもん、なんかもうさ、みんなショールームでいっぱいおしゃべりして話し合いとなってくれるから、お友達みたいに思ってるけどさ、みんなどんどん新しいアイドルさんが出てきて、私のことをこうどっかも忘れ去っていかないか不安だわ、不安だわ、お友達仲良くしてください、これからも、近くで遠いオタク、何その大阪ラバーみたいなやつ卒業したらさ距離が離れるんよ、パンちゃんもあの卒業したらお友達だよって言ってくれたけど、もう離れちゃって会えてないじゃん、でその間にパンちゃんはさ新しい人生でさ新しい友達ができてると思ったら、私のパンちゃん、パン子、そうよ、会えなくなる、連絡は取り合っててもさ会えないからね、なかなか帰省タイミングが難しい、むずむずです、そう、美穂もね、美穂はしょっちゅう会ってる美穂にはあのコンサートある時もう全部いる全部来てくれてるの、普通に楽屋にいるんですよ、だから私みほりんが卒業したっていう実感はないです、もうずっといます、そう、差し入れをねいつもね買ってきてくれて、ね、もう全部おる、大体アーナとかも、もうなんかこの前もさ、ももちゃんの卒業公演でアーナ来たし、そう、結構タムキチとかも来たし、結構合ってる気持ちになる、 SNS とかでもさタムとか見れるし、なんか合ってる気持ちですね、川崎ね、いたね愛媛も来ないかな、来ないかな、みんなも会いたいですよね、オキさんは、オキさんはでも SNS で見てますよ、オキさん、いや私さこの東京にいる間オキさんに連絡しようと思ったけど、いやオキさん舞台主演舞台じゃん、だから絶対お稽古とか忙しいだろうなと思って言えなかった、
めっちゃ悩んだんです。あ、連絡したい。そして昨日の沖さんのツイートがめっちゃおもろすぎた。そう、安住も沖さんと同じ舞台なの。いや本当に写真集アカウントやばい、面白かった。あとインスタでたまにいいねが来て嬉しい、沖さん。うんうん、ポキポキ見に行きたかったな。ちょうど私が帰るタイミングだよね。ね、インスタみんなやってるよね。嬉しいですよね。ももちゃんも、ももちゃんのアカウントができた時に偽物かと思って、もうなんかメンバーの偽物アカウント作る人が多すぎてさ、本物を疑ってしまって、でももちゃんにこれ本物ってインスタ出てきたんだけど本物って聞いたら本物だよって言われたからフォローしました。ももちゃんインスタやってます。 TikTok もやってる。皆さんもぜひリッセンももちゃん。フックさん花瓶ありがとう。そう、本物だったよ。本物って書いてあったらしい。偽物感が増すやん、そんな。偽物感増し増しじゃん。はっちゃんアイスありがとう。仕事戻ります。お仕事頑張ってね、午後からも。もう47分だ。あと私はもう少ししよう。ポキ食べてた？え、トモ食いってこと？ポキ丼？オキさん私のこと忘れてないかな。ポキ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 。でも大変だよね、新しい環境でさ。卒業っていうのでも新しい環境だけどさ、知らない土地に出てきてさ、一人でこうやって暮らしていくわけじゃん。絶対に大変。その中で舞台とかがあったりしてさ、大変やん。本当、本物は、え、私はねメンバーに LINE します、これは本物ですかって。で本人が本物って言ったらフォローしてる。だからパセリがフォローしてなかったんですよ、ね、本物じゃないやつは。本物じゃないやつさ多すぎてびっくりするね。こんにちは。オキポはサラカリンのインスタに夢中。そうだよ、オキさんずっとサラカリン好きだから。ほんとサラカリンとリア中ね。あ、そっか、みなみさん、そうだよね、心強そうだよね、同じタイミングで卒業して一緒に上京してって言ったら。みなみさん、おきさん事務所も一緒だもんね。これ本物だよって言ったから助かります。パセリが今フォローしてる子は本物です。パセのインスタ今つってる。たむきち、みほ、ももちゃんかな。こんにちは。やっほーやっほーやっほー。そうだよ、騙されてる。メンバーも騙されることあるから。え、誰か、え、タムキチがさ、サコちゃんの偽物をフォローしてる気がするんだよね、私。サコの偽アカできたじゃないですか。タムがフォローしてるんだよね。そう、あれ多分偽物。公式からお知らせ出ない限りは偽物です。卒業したメンバーはさ、公式からお知らせが出ないから、まあ、騙されやすいけど、在籍メンバーは公式からこの前のさやかりんみたいに初めましたってやつが出たら本物です。みんなも気をつけて。ネイビーさん音符ありがとう。気
気をつけてね。あと X とかはあの前のアカウントが使えなくなったのでみたいなやつは大体偽物だと思ってます。最近多いです。分かりづらくなったら困るよね。なんか最近のリサーカーは分かりやすいじゃん、絵文字が絵文字が絶対これ使わんやろってやつで分かりやすいけどさ、あれがなかったら間違えそう。 D ムーンさん音符ありがとう、はじめまして、こんにちは。一時期福山雅治さんからよくメールが来てたんですが、あれは偽物ですか？はい、偽物です。偽物ですよ。なんか最近さ、そういう迷惑メール系でさ、アマゾンとかさ、ヤマト運輸装ってるやつ多くない？あんなん騙されるじゃんね。なんか若干ね、日本語が接続詞かなんかなんかおかしいなと思って調べたらそういう迷惑メールだって分かったけど、なんか最近のやつって騙される人騙されそうな見た目なんですよね。色味とか難しいね。私はそういうの来たら家族にこれ危ないから気をつけてねって送ってます。みんないろんな芸能人からメール来てるやん。友達多いじゃん、みんなメル友じゃん。メル友なんなの、さっきまで友達は大人になったらそういうもんだよとか言ってたのに、みんな友達多いじゃん。詐欺のメル友、偽物メル友じゃん。みんな気をつけてね。パセリからのメールは多分すぐ分かる。パセリメールで返信してください。あれは詐欺じゃないです。メール、そうだ、みんなアイドルとメル友だよね。私もメル友。私はマイキューさんと、今はマイキューさんと自分撮ってます。なのでマイキューさんとメル友、可愛い写真とか来るんだよね。いいよね、アイドルのメールさ、可愛い写真来るから、多分私に気があるんだと思う。可愛い写真送ってくれて、おはようとか言ってくれるの。今日は何時に起きたよとか言って、全部ね、私生活をバラしてくるパセリっていう子からメール来るんですけど、多分私に気がある、私生活全部教えてくれる。マイケルさんのメールは可愛い写真がね、気があると。みんなも来る？私生活暴露パセリって人から。全部送っちゃう。今日さ、起きた時間まで送ってしまった。もう早くミステリアスになってほしいよね。はっちゃん、ハートの誓いありがとう。2年くらい前からずっと来てます。うわあ、そりゃ大変だ。毎日ご飯の話されて大変だ。そう、三度起き、4時、9時、10時、半。なんでこんな起きたんだろう。いっぱい目が覚めた。こんにちは。おはようメールが毎日の楽しみです。わかる、おはようメール来ないとちょっとさ、寝すぎじゃない、大丈夫ってなるね。でもたまにおはようメール送信したのに、なんかその文章とか URL の間違いとかで検閲が止まっちゃって遅れてない時があったりとかすると、もう送ったのにって悔しくなります。ちょっと、やすさん、ハートありがとう。
まれにメンバーのメールが、あ、わかる、迷惑メールフォルダにいるよね、たまに。最近メール来ないなと思ったら迷惑メールフォルダにやったことある。あるわ。誰が迷惑やねなんで同じ類にせんとってほしいね。そうだよ、迷惑メールフォルダにために飛ばされてるから。ショールームの画面では目が合うから気があるのか。そうかもね、そうかもね。いや、目合ってますか。目合ってるよね。パスはね、コメント画面をショールームの時にスマホをこっちが頭に傾けてる、横にしてるからコメントがこっちにあるんですよ。だからコメント読んでる間みんなと目が合ってると思う、ずっと。こう画面 見るときこっち向いるけど、コメント見るときずっとこっち。メンバーによって違うんですよ。カメラがこっち向きの子とかはコメント見るときこっち見てるし、んコメントんコメント見るときはこっちか、こっち絶対こっちがコメントないよね。だから目線が人によって違うか。良平さん、ハートありがとう。コラボトークパート全員出る、うん、全員出る予定って言ってた、言ってました。今日出る予定です。もうみんなこっちをねカメラにしてる子が多くて、私はこっち派です。こっちで、こんにちは。ヒロさん、花瓶ありがとう。なんか今日も喋りすぎちゃった気がしてる。ノブさん、バラありがとう。ねえ、喋りすぎちゃった。また今日もなんかいらんこといっぱい喋ってしまった。私が品川駅の大津屋に行った話とかしちゃった。うーん、はっちゃんラブレターありがとう。声ね、もう少しで完治しそうだけど、新幹線でまた再発しないように気をつけます。みんなありがとう、見てくれて。お昼縦配信、縦画面配信だったら縦画面の場合はみんなが見てるってやつと同じで、上に画面があって下にコメントがこんなのあるから、多分私一生目が合わない。カメラがさ、これがスマホでした、ここにカメラがあるじゃないですか、ここに顔が映ってここにコメント流れるから、一生みんなと目合わない、めっちゃ地面見て喋ってる人みたいになる気がする。ちょっと今度試してみます。今ちょっとスマホスタンドがないからさ、立てかけたら充電ケーブルが終わっちゃうんだけど、また広島帰った時に検証してみる、やってみる。みんなありがとう。夜見れないことが多いので昼配信嬉しい。ありがとう。いや、こっちもね、みんなに構ってもらえてとても嬉しいです。ありがとうございました。話し合いとなってくれて。私もお昼ご飯タイムにしたいと思います。お腹空いてきたよ。うん、レンジ探してくるね。またメール送ります。よかったらメル友になりましょう。メル友フス頑張る、うん、昨日の反省を生かして今日はもっと頑張るね。では壇上行く。あ、おみかんさんファイト、ありがとう。メール待ってる、ありがとう。待ってます、だって優しい、ありがとう。そんじゃあ壇上いきます。13位陣内さん、12位みつさん、11位しんいちさん、10位あさん、9位ゆたパパさん、8位くわどりさん、7位いっちゃん、6位かめさん、5位しゅんさん、4位はっちゃん、3位阿部ひろしさん、
2位一粒の麦もしさん、1位 G2 さん、ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。コウさんハートありがとう、ありがとうございました。今日の配信はパセリとキティでお送りしました。みんなもキティにお別れを言ってください。バイバーイ。キティでした。真白さんハートありがとう。それでは皆さん、午後も無理せず水分補給しながら頑張っていきましょう。また夜、またね、バイバーイ。